こんにちは、おこぜでございます今回はですね、このぼっち女キャンプさんの本を購入しましたので、その中からじゃじゃん、載せるだけですぐ乾杯、サバ缶とキムチのお通しを作っていきたいと思います。そしてもう一つ、これですねさっとあえてその場で食べるのがよし、生ピーマンと塩昆布のつまみ、この2品目を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。ではそれではですね、今回の材料を紹介していきたいと思います。まずですね、サバ缶とキムチのお通しの方はですね、このサバ缶の味噌煮ですね、あとキムチ、そしてうずらの卵、あと後ろにありますけどネギですね、こちらで作っていきます。あとそれからですね、生ピーマンと塩昆布のつまみについてはピーマンですね、あとこれ塩昆布、あとちりめんじゃこですね、あとごま油、こちらの方を使っていきます。それでは料理を開始します。それではですね、サバ缶の方を先にやりますけれども、まずネギですねを切っておきます。本当ね、料理やってないからこんな状態なんでしょうねよいしょ、もう普通に切っていいっていうことですね。はい、だいたいこんな感じでいいと思います。それではですね、器にサバ缶を入れると、1個まま全部、よいしょ、ドーン、来ましたね、こんな感じですね。はい、あとはこのサバ缶ちょっとほぐすということだそうです。もう初めてなので正直本を読んだだけではよく分かっておりませんこんな感じでいいのかな。はいはい、これにキムチを乗せます。まあ、適量ってことかな、よく分かりませんが、まあこんな感じでざっくりやりますこれ自分が食べるんだからね、これかこんな感じかな、こんな感じだと思います。はい、これにうずらの卵を乗せます。卵ポケットをこうやって作ろうかね。で、うずらをポン、あ、うまく乗りました、よかったあとはさっき切った、ね、青ネギですねをトッピングして、はい、完成でございます簡単すぎるまず一品目完成です。口回ってねそれではですね、2品目を作っていきます。まずピーマンですね、ピーマンさんを切っていきます。まず半分に切ってかな、もう曲がっちゃってんじゃん下手っぴよいしょ、はい、あとは種のところとヘタのところ取っていきます。きれいに種を取ってきましたので、これをですね縦切りにしていきます。一
人分にピーマン2個1人分ってちょっと多くないのかな。さっきのキムチもかなりの量だよね。缶詰1個まるまる私が食べるということで、半分でいいような感じするけどね。まあとりあえず本の通りにやってみます。はい、完成でございます。あ、違った、ピーマン切りだけ完成しました。それでは今切ったピーマンをクッカーに入れます。ダブダブ生ですからね、このピーマン。はい、ピーマンに塩昆布ですね、これを入れてきます。まあ、適量ということでしょうね。あの、まあいいのです、私ですから。適量。なんで私だからいいんだって、私が食べるんだからいいんです。それにちりめんじゃこですね、これも適量ですね。はい、男の料理ということで。あ、ぼっち女キャンプさんは女でした、失礼しました。何を言ってるんだっていう感じだな。はい、これを混ぜ混ぜするということですね。混ぜ混ぜと。うわ、ピーマンがねシャキシャキしてるんですよ。すごいですね、ピーマンシャキシャキすぎんじゃないのこれ。あとはこれに、ごま油ですね、これも適量かけて混ぜ混ぜするということですね。おお、これ絡みやすくなった、さすが。ぼっち女キャンプさんはこのごま油が大好きですからね。ああ、なるほど、こんな感じになりました。はい、あとは盛り付けして終わりですかね。よいしょ。盛り付けも料理だって自分で言ってるんだけど、うまくできないですねこれは。なんていうかセンスというか、そういうことなんでしょうね、わかりませんね私には。一緒ね、いい感じじゃないですか、なんか。今回は火を全く使ってないんですね。はい、完成です。はい、それではですね、2品目完成ということですので。またちょっと時間が早いんですけど、いい音、飲んじゃいますかね。それでは乾杯。それでは今日の2品目をいただいてみます。まずこっちからいきますかね。どうなんだろうな、でもなんかもう香りがすごい、ごまの香りが。いただきまーす。うん、これはね、このピーマンのシャキシャキ感がすごいのと、あ、やっぱりちりめんじゃこ、あと塩昆布、あとごま油が一体となってめちゃくちゃ香ばしい、美味しいですね。うまい。じゃあ次にこちらの方のキムチの方ですね。この卵を潰しちゃいますか、せっかくですからね。卵を潰して混ぜ混ぜした方がいいんだな。下のサバ缶と混ぜ混ぜしてですね。なかなか取れないかな。ちょっといただきますね。うん。あ、うまい。キムチとサバの味噌煮って合うんだね。へー。
合う合う。うん。あ、こりゃうまいわ。で、卵がこう、やっぱ合うね。まろやかになって。バクバク食ってる。うん。うん。ああ。飲んじゃった。もうちょっと撮影、どっか行っちゃってるね、頭。うまい。まずですね、とにかく、こちらのはシャキシャキ感で、やっぱごま油がね、めちゃくちゃいい仕事してますよね。あとこちらの方は、キムチとサバ缶の味噌煮。サバ缶の味噌煮じゃない。サバの味噌煮がぴったし合ってます。これはどちらも本当におすすめですね。ただ、量がちょっと一人分にしては多いかなというふうな感じはしますが、ただこれで、まあ一晩魚として食べるんだったら、この量でもいいのかな？いいのかもしんないね。あと他食べないとかってなったらもうこれだけで十二分ですよね。いやー、美味しかったです。はい。今回はですね、ぼっち女キャンプさんの本の中から酒の魚2品目をご紹介させていただきました。とっても美味しかったです。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバーイ。